芥川龍之介作雲の糸ある日のことでございます。お釈迦様は極楽の蓮池の淵を一人でブラブラお歩きになっていらっしゃいました。池の中に咲いている蓮の花はみんな玉のように真っ白で その真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なく辺りへ溢れております。極楽はちょうど朝なのでございましょう。やがてお釈迦様はその池の淵におたたずみになって水の表を覆っているハスの葉の間から ふと下の様子をご覧になりました。この極楽のは水池の下はちょうど地獄の底にあたっておりますから水晶のような水を透き通して三頭の川や針の山の景色がちょうど覗き眼鏡を見るようにはっきりと見えるのでございます。 するとその地獄の底にカンダタという男が一人他の罪人と一緒にうごめいている姿がお目に止まりました。このカンダタという男は人を殺したり家に火をつけたりいろいろ悪事を働いた大泥棒でございますがそれでもたった一つ 良いことをいたしえがございますと申しますのはある時この男が深い林の中を通りますと小さな雲が一匹道端を這ってゆくのが見えましたそこで神タは早速足を上げて踏み殺そうといたしましたが「いやいや。 これも小さいながら命のあるものに違いないその命をむやみに取るということはいくらなんでもかわいそうだ」とこう急に思い返してとうとうその雲を殺さずに助けてやったからでございますお釈迦様は地獄の様子をご覧になりながらこの神棚には 雲を助けたことがあるのを思い出しになりました。そうしてそれだけの良いことをした報いには、できるなら、この男を地獄から救い出してやろうとお考えになりました。幸い、そばを見ますと、翡翠のような色をしたハスの葉の上に、極楽の雲が一匹。 美しい銀色の糸をかけておりますお釈迦様はその雲の糸をそっとお手におとりになって玉のような白蓮の間からはるか下にある地獄の底へまっすぐにそれをおろしなさいましたこちらは 地獄の底の血の池で他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神棚でございます。何しろどちらを見ても真っ暗でたまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますとそれは恐ろしい針の山の針が光るのでございますからその心細さといったらございません。その上あたりは 墓の中のようにしんと静まり返ってたまに聞こえるものといってはただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これはここへ落ちてくるほどの人間はもうさまざまな地獄のせめくに疲れ果てて泣き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒の神タも。 やはり血の池の血にむせびながらまるで死にかかった蛙のようにただもがいてばかりおりました。ところがある時のことでございます。何気なくカンダタが頭を上げて血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を遠い。遠い天井から銀色の雲の糸がまるで。 人目にかかるのを恐れるように一筋細く光りながらスルスルっと自分の上へ垂れてまいるのではございませんか。神田だたはこれを見ると思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついてどこまでも登って行けばきっと地獄から抜け出せるのにそういございません。いやうまくいくと極楽へ入ることさえもできましょう。 そうすればもう針の山へ追い上げられることもなくなれば血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから神田タは早速その蜘蛛の糸を両手でしっかりとつかみながら一生懸命に上へ上へとたぐり登り始めました。もとより大泥棒のことでございますからこういうことには昔から慣れきっているのでございます。 しかし地獄と極楽との間は何万里となくございますからいくら焦ってみたところで容易に上へは出られません。ややしばらく登るうちにとうとう神棚もくたびれてもうひとたぐりも上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんからまずひと休み休むつもりで糸の中途にぶら下がりながら はるかに目の下下を見下ろしましまたすると一生懸命に登った甲斐があってさっきまで自分がいた血の池は今ではもう闇の底にいつの間にか隠れておりますそれからあのぼんやり光っている恐ろしい針の山も足の下になってしまいましたこの分で登っていけば地獄から抜け出すのも存外わけがないかもしれません 神田タは両手を雲の糸に絡みながらここへ来てから何年にも出したことのない声で「閉めた閉めた!」と笑いましたところがふと気がつきますと蜘蛛の糸の下の方には数限りもない罪人たちが自分の登った跡をつけてまるで蟻の行列のようにやはり上へ上へ一心によじ登ってくるではございませんか 神田タはこれを見ると驚いたのと恐ろしいのとでしばらくはただ馬鹿のように大きな口を開いたまま目ばかり動かしておりました自分一人でさえ切れそうなこの細い蜘蛛の糸がどうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょうもし万一中途で切れたといたしましたらせっかくここまで登ってきたこの肝心な自分までも 元の地獄に逆落としに落ちてしまわなければなりませんそんなことがあったら大変でございますがそういううちにも罪人たちは何百となく何千となく真っ暗な血の池の底からうようよと這い上がって細く光っている雲の糸を一列になりながらせっせと登ってまいります今のうちにどうにかしなければ糸は真ん中から二つに切れて 落ちてしまうのに違いありません。そこでカンダタは大きな声を出して、こら罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて登ってきた？降りろ、降りろと詠きました。その途端でございます。今まで何ともなかった蜘蛛の糸が急にカンダタのぶら下がっているところから。 プツリッと音を立てて切れましたですからダタもたまりませんあっという間もなく風を切って駒のようにくるくる回りながら見る見るうちに闇の底へ真っ逆さまに落ちてしまいましたあとにはただ極楽の雲の糸がキラキラと細く光りながら月も星もない空の中途に 短く垂れていいるばかりでございます「お釈迦様は極楽の蓮池の淵に立ってこの一部始終をじっと見ていらっしゃいましたがやがて神タが血の池の底へ石のように沈んでしまいますと悲しそうなお顔をなさりながら またぶらぶらお歩きになり始めました。自分ばかり地獄から抜け出そうとする神忠の無慈悲な心がそうしてその心相当な罰を受けて元の地獄へ落ちてしまったのがお釈迦様のお目から見ると浅ましくおぼしめされたのでございましょう。しかしか 極楽の蓮池の蓮は少しもそんなことには頓弱いたしません。その玉のような白い花はお釈迦様のおみ足の周りにゆらゆらうてなを動かしてその真ん中にある金色の髄からは何とも言えない良い匂いが絶え間なく あたりへ溢れております。極楽ももう昼に近くなったのでございましょう。雲の糸。芥川龍之介。朗読ユニットイグイノックス。マティログが。 お送りしました。